ケビン・マーティンは、オハイオ州、ザネスビル出身の元プロバスケットボール選手。身長201センチメートル、体重84キログラムのシューティングガード。NBA のサクラメント・キングスなどに所属していた。地元オハイオのザネスビル高校在学時には、全米選抜に選ばれている。ウェスタンカロライナ大学では、奨学金を受け、スポーツマネジメントを専攻。 通算で1838得点は、同校で歴代4位の記録である。大学時代の活躍を引っ下げて NBA に、アーリーエントリー。2004年の NBA ドラフトで、1巡目26位指名を受け、キングス入りした。サクラメントキングスルーキーシーズンは、層の厚いキングスで出番を得られず平凡な数字に、終わった。2年目の2005から06シーズンには、 ボンジウェルズの負傷により、代役として次第に出場時間を増やしていった。72試合出場、平均26.6分10.8得点の成績を残した。同年のプレーオフでは、1勝2敗で迎えたサンアントニオスパーズとの第3戦で、ティムダンカンの上から逆転ブザービーターを沈めるなどして、活躍を見せ評価を上げた。2006から07シーズンには、 飛躍的に成長を見せた。ボンジーウェルズが移籍したことにより先発の座を確保。平均20.2得点、4.3リバウンド、2.2アシスト。さらに特筆すべきは FG 成功率47.3%に加えて 3P 成功率38.1%、FT 成功率84.4%であり、シューターとして申し分ない成績を残した。 ミップの投票では、モンタエリスに次ぐ2位であった。12月21日に行われた、ワシントン・ウィザーズ戦では、自身初の40得点を挙げている。2007から08シーズン、23.7得点は、全体6位のハイアベレージ。3P 成功率は4割突破と得点面で、さらに向上。2008年3月7日には、キャリアハイの48得点を記録した。 しかし、シーズン中盤戦で故障し17試合を欠場し、AS を失ったチームは、プレーオフ進出を逃した。ヒューストンドケッツ2010年2月18日、ニューヨークニックス、ヒューストンドケッツが絡む三角トレードで、ヒルトン・アームストロングと共に、カール・ランドリー、ジョイドーシーと入れ替わる形で、ヒューストンドケッツへ移籍。オクラホマシティ・サンダー2012年10月27日、 ジェームス・ハーデン絡みの大型トレードで、オクラホマシティ・サンダーに移籍。ミネソタ・ティンバーウルブズ2013年7月2日、ミネソタ・ティンバーウルブズと4年2800万ドルで、契約した。2014年11月24日、右手首の骨折により、長期離脱し、シーズンの半分以上を欠場した。サンアントニオ・スパーズ2016年3月1日。 ティンバー・ウルブズとバイアウトで合意し、解雇され、9日にサンアントニオ・スパーズとシーズン終了までの契約を結んだ。3月25日のメンフィス・グリズリーズ戦では、加入後初めてスタメンで起用され、13得点を記録し、ホーム37連勝に貢献した。引退 NBA での12シーズンをプレーした後、2016年11月25日に引退を発表した。 シュートフォームは、いささか独特ではあるがタッチが良く、シュートレンジも広い。ガードとして、FG シュート成功率、フリースロー成功率も共に高い効率の良い、スコアラーである。またクイックネスと巧みなフェイントで、相手ディフェンスを翻弄し、ファウルを誘う。一方で、体の線は細く、フィジカルはあまり強くないため、タイプとしては純粋なシューティングガードである。ディフェンスは、 標準的であり、認識力はあるが、力強さに欠ける2010年のインタビューで、レジー・ミラーは自身とプレイスタイルが近い NBA 選手にリチャード・ハミルトンとケビン・マーティンを挙げている。ありがとうございます。